左肩を開かない練習方法総集編です。左肩を開かずに右肩を押し込むという話ですけども、左肩を開かないということが非常に重要で、クラブをインサイドから入れる、ドローを打つだとか強いボールをでヒットするために必要に不可欠な技術になります。でそれでいて右サイドを押し込んでいくということですね。右肘をしっかりと押し込みながら左肩を開かない、ただ単に体を開かないでいくとこう届かないんですね。ただ全てを、右を向けるんではなくて右サイドを押し込んでいかなければいけない、この技術が非常に重要。左肩は動いてないですが右サイドは動く、こう半身で使うということですね。左は開かないですが右サイドはこのように動いているということがわかると思います。左を止めて右を動かす、左のこの空間に右サイドを押し込んでいくような、そんなような感覚になってきます。ただこれを勘違いしている方はこの胸のまんま手で捉えに行こうとする、そうするとね腕が必要以上に伸びきってしまい届かないんで、ここフェースが返ったところで当たってしまうんで、極端なフックボール、引っ掛けボールが出てしまうということですね。ですから左肩を押さえる、しかし右サイドは突っ込んでって結構です。左を押さえた状態で突っ込む状態ですね。左が押さえられてなければダメですよ。そうすると胸が若干前に押していく状態を作っても全く構わないというか、そうすることでスイング軌道を作っていきます。右の肘を押っつけるような感じですね。でも左肩開いてなければどうでしょう、この形になります。こう圧縮して一気に潰す、まあアコーディオンみたいなね、こう潰していくような形でインパクトに向かうということです。このスタイルが完成します。左肩を開かないということを考えたときに右肩も開かないというかですね、右肩も押し込んでいかないようにして打とうとする方が多いということですが、実際はこのように右サイドは積極的に使っていく、しかし左肩を押さえておけばですね、非常にいいスイングプレーンでヒットすることが可能になります。実際のスローモーションのスイング、ここから切り返しで左肩を押さえる、しかし右サイドはこのように止まらないで最後まで振り切る、このようなスタイルになります。右サイドを押っつけても必ず左は押さえておいてくださいね。全部が回ってしまうとカットになってしまう、このようにね、もしくは全て開かないように打つとこのように体が伸び上がってしまう状態になって引っ掛けがなかなか治らないということになりますので、左サイドと右サイドの使い方の違いを理解してまず練習をたくさんやってみてください。そして次がですね、左肩を開かずに腰は開くという話になりますが、まあ、ちょっと少し話切り口を変えて下半身の動きと左肩というふうに考えてみましょう。やはり腰をこのようにくるっと回っていきたい、やはり腰を回すことでスピードを出していくということが重要になってきますから、それに対して左肩を押さえるかどうか、だから腰は開くけど肩は開かない、これがポイントになります。左腰をしっかりと回転させながら左肩は開かない、そうすることでパワフルなインパクトを迎えることができるんですね。ただ左肩を開かないようにしようとすると腰も開かないようにしてしまい、結果的に右を体が向いている状態でインパクトしてしまうというミスが出てしまう、このようにですね、肩を開かない、そして腰も回さない、結果的に右に出るということですね。体の回転がなくなるんで右肩が下がりダフるということも考えられます。このような形ですね、かなりダフりながら右に飛んでしまうというね、こういうミスが出てる方で、しっかりと体を右向けて、この右を向けたままヒットするっていうね、まあ、よく雑誌なんかに出てるような、表現ですね。右を向いたまま打てとかですね、まあ、結果的に非常にこうダフるポジションに体が行ってしまい届かないということですね。このようにトップしてしまうこともあります。ただ左肩を開いていないとかですね、右を向いたままということに関して言うと正しいことなので、しっかりと体の回転とつなげていくために少し工夫をした練習をします。腰を回した状態で肩を開かない、このように体をねじった状態でアドレスしてください。かなりねじれた状態になってます。この状態で腰に引っ張られて打ってしまうと少しカット軌道左に飛んでしまいますが、肩をしっかりと開かないで押さえてしっかりねじっても左肩を開かない、このように
ねじれた状態でヒットする。そうすることでこのようにまっすぐ飛ばすんですね。開いてもいい腰と開いてはいけない左肩、このギャップを作ることでスイングを作っていきます。少し初め右に飛び始めるとは思うんですが、この状態ですね、腰がもう回ってます。で、引っ張られそうになるのを左肩で押さえてください。そうすることでストレートボール、ターゲットラインにボールを押し込むことができます。割とショートアイアンとかこのようにね、ちょっとオープンスタンスで捉えて体をねじった状態でヒットすることで引っ掛けを防いだりすることもあります。腰を回して左肩を開かないということで、この捻転差ですね、この捻転差ではなくてこの捻転差です。この感覚を覚えることでインパクトでの肩と腰のギャップを理解してください。左肩を開かないということでですね、腰も開かないようにしてしまうと右に出てしまったりしてしまうので、腰の回転、キレと左肩の開きを抑えることでねじれが深まる。そうすることでインパクトというのを理解することができます。左肩の開き方を抑える上でね、非常に重要な練習になります。で、次に左肩を浮き上げずにインパクトするということですね。左肩を開かずに右サイドを押し込むだとか、左肩を開かずに腰は開くとかですね、まあ、そういうところの話から、今度は左肩のポジショニングになります。ちょうどこの場所で左肩が上に浮き上がらないということです。どうしてもこういう風に浮き上がってしまいがちなんですね。そうすると届かないんで、右手でなんとか届かせようとするんですね。届かないので、その分を、右の手でここで先にリリースして届かせる。これがミスの元凶ということになります。左肩がとんがらないっていうかね、左肩が上に引き上がらないところを作って、まずは右サイドでリリースしていくという感覚をまず持つことが大切になります。まず一つ目の練習は、まあ、インパクトの位置を作る上でこういうようなサンドバッグみたいなもので叩いてみるといいですね。このように浮き上がらないように叩いて終わり、左サイドを押さえてですね、浮き上がらないようにして、まあ、腰は切る、腰は回転はこのようにするんですが、左肩は浮き上げない。そしてインパクトを迎えるように心がけてください。次にクラブをこのように押さえてですね、ここで押さえて、左の肩が浮き上がらないように肩の付け根から押さえてください。何かね、地面で押さえつけるような、そんなような感覚です。このようにクラブを前に置いて、この左肩、クラブが動かないようにして腰を切ってですね、腰は回転してください。そして右手でヒットする。その間左肩の位置を保持してください。そうすることで捻転差も作りますし、インパクトでの左肩の押さえというものが理解できます。左肩を押さえながら右サイドで押していくというね、先ほどの、一番初めのレッスンと同じですね。この左肩を押さえた形でのヒット、上に浮き上がってしまうとフェースが開いてしまったり、いろんなミスが出やすくなります。どうしても浮き上がるような動きっていうのはね、で、ローテーションで言うと、このように回転、腕が回転すると、浮き上がる方と、こう、しっかりと押さえた時の手首のローテーションの角度、向きが、このように変化が出ますね。このように浮き上がりながら振るんじゃなくて、ここで押さえ込むような動き。この動きでヒットするということですね。この手の向きで押さえる、スイングするとですね、この向きですね、こっちの方のローテーションの形をイメージして、そこからまた構えていくと、左の肩が開かない感覚、押さえる感覚が理解できると思います。次に積極的に腰を切っても左肩開かないで、切った後に腕を振る、その時にはね、開いても構いません。ここでは開く場所なんですね。ですから開く時と開かない時のメリハリをつけて、しっかりと振り抜くと、開かない時間、開く時間をしっかりと理解することが重要になりますが、左の肩が浮き上がらないでインパクトを迎えるというドリルですね、これがまず重要になってきて、そして初めのレッスンでいう左肩を開かない状態で右サイドを押し込むような動きですね。このようにね、この動きになってきます。で、体を開かない、ということを意識した時にですね、腰も開かないようにしようとしないこと、左を押さえた状態でしっかりと左肩のポジショニングをして、ここで左腰を切りながらインパクトを迎える、左肩を開かない練習、皆さんやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、
ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして原田ゴルフ総集編ご覧になりたい方はここをクリックしてご覧ください。